よ。そうですね、そして中畑バッティングコーチは次に行かないでね、はい、だいぶこうボールを待てるような形がですね、高橋はですね左足の付け根限りなくですね、だったですね、左の手首、ただし今日ブルペンではですねものすごくあったのにまずい攻めになってしまいました。球の伸びといいね、はい、変化球のキレといい、はい、これは外難度を痛めておりましたが今日復帰してきました本人で、まあ、フリーバッティングではね、そんなにこどうしてもですよ、ね、まあ、アウトコースは伸ばせばね別にいいんですけどもね、でもっていうか、はい、その辺の畳むコツっていうのはなかなかね、速さがこう必要ですからね、はいはい、素早さがね、はい、スイングアウトの三振、タがみんながこの感じで打たなきゃいけないでしょうね、はい、カーブに手を出し強振しますね、はい、今度もストレート142キロ、さあ2エンド1まっすぐ外基本に戻れば、はい、足元狙い三振、今日一番の篠塚、今日もまっすぐです、さあインザホール2エンド1インサイド、これはないなっていう感じがしてしょうがないんですけどね、初球コンと手を出してくれたり、はい、もうちょっと初戦も3個の併殺だ、バーフィールドが3三振、まあ、先ほどの配球をね、はい、どちらかに絞るという話をしましたけども、もう一つやっぱり今中の癖をこう探すんでしょうね、ほとんど変わらないですからね、非常に難しいと思いますよ。さあ2球目、これもそうだ、スローカーバーフィールドがこの場面メジャー魂を見せてくれるんでしょうか、カーブタイミングは三振、ありましたね、バッテリーにね勇気がちでしょう、これはね、このボールの前のアウトコースのボールっていうのはちょっと気持ち逃げたボールですからね。